はい、こんにちは。沖縄おばばです。なんとね、今日は、あの、いつものね、えカゴの中ですね。カゴの中にさっきまでいたんですけど、私が来たらなんか2階に登ってくれました。はい。<laughs> わざわざケージの中に入って2階に登ってくれました。はい、みたい。ねえ、行くですょね,ねー。はい、皆さん、こんにちは。 沖縄パパでございます。はい。い、い、あのー、インディープさんですね。インディープさんの裏ブログからでございます。はい。またまたね。え、これはな、まあ、そうでしょうーっていうような記事でした。はい。まあ、そうなります、当然。はい。えー、多分ね、えー、時を追うごとに、これ日本にもやってくるんじゃないかなって思います。はい。えー、まあ、 ゆ、ゆのローローで起きていることです。特にドドイツですね。はい。ドドイツで深刻な状況になっております。はい。えー、スーパーのね、えー、あのー、一番最初の記事のね、最初にスーパーのね、あのー、冷凍食品コーナーの写真があるんですけど、空です。空。はい。どうしてこういうことになっているんでしょうかなんで冷凍食品が空になっているんでしょうかということです。 はい。つまりはですね、冷凍食品で作るのに、かなりのエネルギーを使うんですね、エネルギーを。はい。そして、えー、それを運ぶね、冷凍用の車両ですね。こちらの方も、かなりのエネルギーを使うということで、えー、ほぼほぼ生産ラインが停止しているということです、冷凍食品の。はい。わかりますよね。えー、最初に、 なのでね、最初に食料のキッキが始まるときは、最初に何からなくなるか。はい。まあ、あの、あれですね。日本の場合は、あまだね、補助金があるんで、えー、まあ、小麦粉ですね。はあ、大丈夫ですが、小麦粉、はい。補助金がなくなったら、あこれね、なくなります。 はい。そして、一番最初に、えー、エネルギーのキッキーとか来た時に何がなくなるか。はい。その通りでございます。お察しの通りでございます。冷凍食品ということですね。はい。もう、悲惨な状況になってます。あの、棚がガラガラでございます。はい。えー、ほぼほぼ生産できなくなってまるということですね。生産ラインが全てストップしていて、冷凍用のね、 えー、その、いわゆるね、えー、トラックですね。これも停止しているということです。はい、えー、まあ、徐々に徐々に来るんでね、この、あのー、まあ、一気に来る場合もありますよ。はい、一気に来る場合もありますけど、まずね、エネルギーのキッキが最初に始まった場合は、こういうふうに始まるということです。エネルギー使用量の多いものから、どんどんなくなって、

そういうことなんでございます。はい。まあ、うちはね、冷凍食品ほとんどないんですけどね。はい。ーまあ、鶏の胸肉なんかは冷凍してますけど、っていうか、生協さんで冷凍でね、来るんでね、<laughs> そのまま冷凍してあるんですけど、はい。まあ、そんなこんなです。はい。なので、皆さんね、えー、ぜひぜひ、あの、このことを覚えておくと違うかもしれません。えー、最初にエネルギーのキッキが深刻した 深刻化した場合、はい、深刻化した場合はあ、この冷凍物からなくなるということです。はい、工場が停止するということです。はい、まあそういうことですね。はい、なので、ある程度の目安にはなります。こう、冷凍物がなくなってきたら、あ、これはやばいなって思った方がいいかもしれませんね。 はい。まあね。日本は、まあ今年いっぱいぐらいは大丈夫だろうって私言いましたけど、多分そ、そのぐらいまでは、あの政府の補助金あるんで大丈夫です、本当に。はい。そう思います。はい。まあ政府の補助金もね、もしかしたら気が変わったって言って急になくなる可能性もなきにしもあらずなんですけど、まあそういうことが、あ起きる、起きる っていうのも、あの、少ないんで、多分補助金が出ている間は大丈夫です。はい、えー。燃料ね。燃料と小麦粉補助金出てますので。はい。そういうことです。なので、一番最初にこれね、えー、まずい状況になってきたぞっていうのを見るタイミングとしては、あエネルギーであれば、えー、冷凍ものです。はい。で、えー、食料品であれば、政府の補助金がなくなってくる頃、えー、小麦製品ですね。 が、癌と、お高くなるか、もしくは、なくなるということですね。はい。撫でて、撫でてしてますね。はい。まあ、そういうことなんでね。皆さん、どうぞ、こちらの記事も見に行ってください。はい。なので、えー、一応の目安になると思います。はい。それでは、皆さんまた、ごきげんよう。沖縄おばばでした。あいみたい。